内海俊勝ラブ&ピース同じ空の下から。 This program was brought to you by 株式会社ハマデン、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、 EM 生活、 PCI ジャパン。電気工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで電気工事のことはお任せください。 044-223-8616 暮らしを明るくする株式会社浜電。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、EM 生活。PCI ジャパンでは、エグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞ、お気軽にお越しください。はい、はい、すいません、ね、今 ね、途中で声入れフライングしちゃいました、ね、ごめんなさい、すいません。私春だから、そう、春だからね、花粉症の方も大変でしょうが私もオクラバスでながらちょっと風邪気味になっちゃいましたよね。あ、風邪ですか。うん、風邪、バカじゃなかったの、安心しましたよ大丈夫ですか。ほっとしましたね。大丈夫じゃないと思いますけど、今日も仕事なんですけどね、今日はまあ、北千住の方で、はい、マジカルファンタジーっていう店でやりますけどもね、まあ一人でやって、あとまあ何人か来てくれるんでね、はい、セッションかな、って感じでございます。あ、でも気をつけてくださいね。最初にまあ残念ながら、あの内田裕也さんがね、亡くなられちゃいましてね、はい、私あの数年ほどあのキャロルやめて、しばらくは、あの裕也さんのバッキングをやらせていただいたんでね、まあ縁はあるんですけど、まあ、今度なんか30日にお別れの会をやるようなことは、そうなんです、もれもれ聞いておりますけれどもね、皆さんもよろしかったらね、冥福を祈ってあげてください、はい、ね、私もそう思ってます、はいはい、じゃあ1曲目いきましょうか、はい、ね、これはまああの、私が最初に聞いた、まあ、バンドっていうかな、あの、バンドでも、皆さんがご存知なのはサンタナの方でご存知な曲ですけどもね、はい、まあでも原曲はこの人たちのバンドの曲でしてね、はい、まあこれが大ヒットしました、そうです、ね、まあ、これは後にもいろいろ人は出してるんですけどね、白人のブルースバンドの中ではね、僕が一番好きだったかな、じゃあ早速聴いてください、はい、それじゃあフリード・マックでブラックマジックウォーマン。わお、すいません、動揺しちゃった。うん、もうなんか同じようなあれ、曲は一緒だけどね、はい、すいません、はい、すいませんでした、全然違った。メールどうしたっけ、メール、あ、違った、すいません、ありがとうございます。これを渡しました。うん、これもらって、ない。ない、ない、すいません。
サンタナのはやっぱりサンタナ節が強いですもん、ね、うん、でもやっぱこれさ、やっぱり印象は強いのかな、うん、最初にもう来た部分もあるけど、あ、そうです、まあ、オリジナルの方がいいかなって思っちゃう、うんうん、ただサンタナゴージャスにしてるからね、あー、ゴージャスに、あのいろんな打楽器もいっぱい入って、そうですね、そうそうそう、うん、シンプルで、だからなんかこういい感じですね、うんうん、だってフォーリズムだもんね、うん、ギター2本の、うーん、そっか、ドラムベースだけだから、でも最初に聴いた人はやっぱりサンタナが作ったと思っちゃうの、もうかもしれないね、うん、知らなかったですよ私は、うん、いや意外と知られてないかも、うん、で、ピーター・グリーンの作った曲だけど、これ自分でもあんまり言ってないからね、ああ、そうなんですか、私が作ったなんて言ってない、でもお金はもらってんじゃないか、でもそれそうでしょうね、こんなにヒットすればね、ヒットしここの声テンポはないでしょ、サンタの、なんか ないね、ね、全然もう変えてるもんね、うん、はい、うん、いいですね、うん、聞けば聞くほどいいですね、味があるよ、うん、はい、はい、ね、どうですかね、いいですね、まあこういう、まあ、うん、もともとはすごくシンプルでね、いい曲なん、曲、まあ曲自体はすごくマイナーの曲なんですけども、うん、まあ日本人、俺には受けたね、だからみんなこれをやってましたよ、うん、その当時のバンドは、結構ヒットしたしね、じゃああれですか、サンタナのブラックマジックマンやる前から知ってた、知ってましたよ、あ、そうなんですね、でサンタナがやった、サンタナの、なんでやってんだろう、そういう、全然違うじゃない、あのアレンジも、イントロも違うから、もうサンタナ節が入ってるし、ね、サンタナ節になっちゃったからさ、あの、まあ歌はね、それぞれの色ありますけど、うん、やっぱアレンジが変わるとこうも変わるかなって、あ、だからちょっとこう、もうパーカッションもすごい多いじゃない、まあ、サンタナの場合、で、オルガンも入ってたりいろんなね、あれだけど、これはまあフォーリズムっていうギター2本にドラムベースっていうだけですからね、かなりシンプルなんですけど、ね、うん、サンタナさんが言うとちょっとラテン系になりますかね、そうだね、ラテン、まあもともとラテンの系の人だからね、うん、カルロス・サンタナってぐらいですから、そうですね、カルロスさんですよね、4タナじゃなかったのかよ、じゃあもう一曲ね、はい、これはね、うん、B.B. キングの、あの、ロンドンで録音したらしいんですけども、タイトルがすごいんですよ、ブルースサミットですからね、あ、まあ、全然ブルーズっていうらしいですけどもね、はい、その中で、あの、やっぱりブルース、あの、B.B. キングも尊敬してた、ローエル・フルソンって人がいるんですね、はい、で、スリーオクロックの作者で、まあ、まあ、はい、BBQ の最大のヒットなんですけどね、初期のね、うんうん、でこれはエピソードが一つあってね、はい、あの BB はフルソンに会うたびに、ね、俺にこの曲を譲っておくれよ と頼んでいたらしいんですね、フルソンとしては、彼としては、自分の曲をね、オンエアしてくれる数少ない DJ だったそうですね、その頃ね、BBQ が DJ をやってたんですよ、あ、そうなんですか、だからそういう人多いんですよ、意外と、うん、だからそういうブルース、まあ黒人専門チャンネルってわけじゃないんだけども、そういったイメージのものが結構多くてね、だからあの、なんだっけ、いろんなあの、いろんな番組があって、はい、それぞれ特色があるんですけどもね、あのハーモニカの人 の、うん、あの番組とか、あといろんなのがあるんですよ、はい、この間もちょっとド忘れしちゃったけどね、まあ、それと同じ名前でやってるあの新宿にも店ありますけどね、モジョワーキンだったかな、忘れたけど、あのずっとブルースばっかりかけてるんですよ、客はあのやっぱり俺みたいなやつばっかりだった、ね、そうです、うん、でその人がそれでじゃあ どうしようかってことを考えたらしいんですけど、じゃあいいよと言って、しばらくすると今度は BB のバージョンが大ヒットしちゃった、うん、ああそうなんですね、うん、でもお金はちゃんと言ったのかどうか分かりませんけど、この頃はまだねどうだったか分かりませんけども、冷静に聞いてみると歌もギターも自分のやつより全然いいって、
ノーベルフーさんは思ったらしいですね。なるほど。じゃあ早速それを。あ、じゃあこれはロエルフルソンが作った。あの、BB ですよ。BB ですけど、うん、ロエルフルソンと共演してるんです、ね。あ、共演してるんですか。うん、共演してると思います。ほう、だからね、この時はね、あのそれでロエルフルソンが、うん、あの歌も歌ってるんですけども、もともとは歌の人ですから、ロエルフルソンとかね。うん。うん、じゃあそれ聞いてください。はい。じゃあ、BB キングのブルースサミットから、はい、リトルバイリトル。結構、ね、年齢的にちょっと上じゃないかな。あ、そうですよね。ロイル・フルソンの方が、ロイル・フルソン、ロイル・フルソンは、っていうか、あの意味がだからロイル・フルソンとティーボン・ウォーカーがもう入ったんだよね。で、ティーボン・ウォーカーと一緒にやってるんだけど、うん、もうその時には BB の方が全然良くなった。まあ、まあ、ティーボンはだいぶお年になってたからね。一緒にやってるんだ。じゃあ、そう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 。これ結構前のですか、そのアルバム。これはだいぶ前よ。うん、何年だろうな。うん、やっぱ声若いですもんね。だってロエル・フルソンってブルース・ヒストリーとかいうのの記事の中に入ってたから、だいぶこう年代が違うのかな。だから、あの、ね、よく聞いてたんじゃない、BB が。BB が、BB さん若い時は、そっか、この人やっぱり若い時も、当然あるわけだから。だから多分いろいろ聞いてたんじゃないかな。ロバート・ジョンソンなんかも聞いてたと思う。でもタイプじゃなかったんだろうね。うん、この人はやっぱり、あの、この人は BB があってもジャズもできれば、何でもやっちゃうから。うん、まあ、何でもやっちゃうっていうか、まあ、どっちかというとジャズ寄りかな。そうですか。うん、で、フレディはもうそれこそ何でもやれる。だってボサノバブルースやっちゃうぐらいだ。ああ、かっこいい。かっこいいかどうかわかんない。聞いてないからわかんないけど。あの、ゲームをしちゃうタイプなんだろうね。でも自分のものにしちゃってるんだって。なるほど。いろんな人とサミットだから共演してるんですね。そう、リンゴスターとかも入ってるよ。へえ、うん。これはどうか知らないけど。でもそういうの聞きながら背景を、ね、聞きながらやると、歴史になるからね、面白いのよ。このシャワンダさんのクリスタルシャワンダのあれは全部、全部良かった。全部いいよ。あ、本当。じゃあどこ切ってもいい、どこ切ってもいい、いいアルバムだった。だからあんまりずっと聴いてるとやっぱしつこいかなと思って。聴いてるとね、1枚聴いてるともう2回目になるとね、もういいかなって感じになっちゃうんだ。圧力があるからね。あ、だからそれがだん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 うっとうしくなってきちゃうんだよね。初めはゾクッとくんだけど、不思議だよね。でもだからやっぱりあの比べると、まあ、ジャニス・ジョプリンの方がいいかな、なんか女らしいかなっていう感じがしないかな。こないだとちょっと。あ、でもそうです。うん、だからちょうど中間なんだよ、あの人。この人は、うんうん。でも結構みんな知ってたな。はい、そうなんだ。うん、メール見ますか。はい、もう行っちゃいます。2曲目。2曲目。うん、はい、うん、ね、うん、どうでしょうかね。いいですね。渋いね。うん、でも BB がロイル・フルソン を尊敬してたってのもなんとなくわかりますよね。あ、しかし俺にくれってなんて随分大胆な発想で、ね。まあでもそういうあのなんていうかな、そういうものが結構、うん、黒人たちの中では、はい、あの自然にあったのかもしれないですね。だって
似たり寄ったりみたいな行動進行もほとんど同じだったりする場合あるから、だからキーが違いますとか、うん、で、あのローウェル・フルソンもあのギターボーカルなんだけど、はい、やっぱりあのその上げたおかげで、うん、あの大ヒットしたから、もうそれは同じですよね、うん、俺の曲も誰か歌ってくれてヒットしてくれたらお金だけ欲しいわ本当これからですよ。そうですか、はい、そうですかって、ね、うん、はい、じゃあこれちょっとメール言いましょうか、はい、メール、ね、うん、キタロウ、キタロウちゃん、うん、こんにちは、うん、ちみさん、いみさん、こんにちは、キタロウです。はい、そういえばあと少しでカップヌードルが出来上がります。そう、朝の例なんか宇宙美さんがおすすめしたんですって、キタロウさんに。いや見てる、俺は見てるよって言ったら、うん、あいつも見たんじゃないそのいや見たら本当に良かったから、ハマっちゃった。カップヌードルなのか、うん、日清食品なのかなんかよく分からなかったんですけどね、でもよくよく、まあ、ずっと流れを見てると、うん、やっぱりそうですね、うん、カップヌードルが出てくるってことは、うん、間違いないもんね、うんうん、あれはもうやっぱりね、うん、それしかないから、すごい美味しい、すごく美味しい、うん、ね、うん、ちえみさんも毎日見られているとのことでした。そうです、うん、見てますそしてとても面白いよと聞かされてから、うん、私もどっぷりハマってしまった、うん、あのね女優さんすごく、あのなんだっけ、あの、あの娘さんだけど、有名なね男優さんの、あの上手だわ。あ、なんかやっぱりあの決して美人ではないのかもしれないけど、うんうん、でもなんかね雰囲気あるね。あ、そうなんですね。だからキキキリンさんもそうでしたけども、あ、うん、あの、まあ、そういう女優さんいるじゃないですか、やっぱりね自分の色をちゃんと持ってるのでね、うん、それが立派だと思います、ね、うん、はい、先日、とても面白いよと聞かれ、そうだね、うん、先日息子がコーヒーショップに一人で入り、座った隣のテーブルの3人のサラリーマンが、満腹面白いと、満腹の話で盛り上がった、うん、あ、そうなんですかまあでもね意外と、だって NHK はさ、俺も日本全国あちこち行きますけど、はい、どこでもやってるから。あ、そうですね、見れないところはないもん、うん、ないですね、まあ、それはもう全国区だからね、うん、だって紅白歌合戦に出るのはやっぱりすごいことなんでしょ。だからそれもあるし、あれ NHK に出てるってことは、もう全国顔がもう全国に知られてるわけだから、だから NHK に出てるその人はさ、みんなコマーシャルいっぱいやってるよ。ああ、そうなんですねだからそれはもう顔を売るためのね、あの一番の近道かもしれない、ね、うん、まあなるほどね、やはり幅広く影響があるようです ね、はい、ね、うん、私は先日の、サチがサチがレオナルドに出演するシーンにとても感動しています。見てる人はわかるんでしょうね。わかるけど、あなた見てないから、ね、見てないです、ごめんなさい。いや別に謝る必要ない、はい、もうそれは勝手ですから、うんうん、はい、まあ俺だから大体8時前に目覚めちゃうんだよ。あ、そういう、それでテレビつけると、テレビって習慣ですもんね。習慣ですよ、うん、だから最近あの、ね、もう、ねねねね、寝る時もつけっぱり寝ちゃう時もあるから、そうするとねやっぱりね熟睡できない、ね、あ、そうですか。それをこの年になってやっと気づきました。私はラジオですね。あ、そうですか、うん、ずっとラジオ聞いてる。音ってね入ってきちゃうんだよ。あ、ええ、音知らない間に脳をね使っちゃってるらしいね、うんうんうん、だからね本当はね無音がいいんだって。寝る時は無音がいいですよ。無音がいいですよでも耳は、死の直前まで、意識をもう本当になくなるまでは聞こえてるんで、ああ、そうなんですね。だから体動かなくても耳だけは働いてる。うちの聞こえなくなっちゃった方でもなんですかね。いや、それはそれは、それは聴覚障害の人は難しいかもしれないですけど、あの最後まで聞こえてるんだって。あと、うちの親父がさ、あのうちの息子ね、まだ小さい、まだ幼稚園上がるか上がらないかぐらいの時、出てったらその声聞いただけで涙流してたからね。そうですか。わあ、本当。まあね、うん、まあ、ちょっといい話になっちゃいましたけど、うん、そうですね、何、どこ、あ、こうだね。私が勝手に好きになって、うん、勝手に振られて、私って何やってんだろう、あ、ね、うん、泣いちゃうんです。そういうセリフね、うん、若い時はああいうことってあるよな、あ、あなたもそういう経験あるんですか。そうなんでしょうね。いやいや、鬼太郎もね、ね、あるんでしょう。だからね、いろんなこう、ね、いい歌詞が浮かんでくるんでしょうね。そうなんだよね、うん、またそれを慰める母、福ちゃんもいっ
ぱい泣いちゃうんです一緒にしかしまあよくあのタイミングで涙が出るもんだのでまあ女優さんですからね。ねそれはねそういう仕事ですもん、うん、安藤さくらはやっぱりすごいなと思安藤さくらさんね。そうそう安藤さくらさん、うんうん、ちえみさん満腹の面白さを教えていただきっとありがとうございますって。俺宣伝マンじゃねえしそうですね中心これ読んだ方がいいですね。感動してできてあこれ違うのこれ違うごめんなさいこれ関係ないですすみません、うん、ですね、はい、じゃあもう一つじゃあもう一つ、うん、そうですねじゃあ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 ブースカちゃん、うん、こんにちははい、うんうん、ジョンとヨーコのバラードはいウィスですブースカです、うんうん、さて今日3月20日はジョンとヨーコの結婚記念日ですああうん結婚したのがちょうど50年前でしたのでジョンが生きていれば金婚式だったんですね、うん、おめでとうジョンそしてヨーコさんうんさて、ね、ジョンとヨーコのバラードのエピソードの続きです、うん、この曲のエンディングは某曲のエンディングに触発されたようですが、うんうんうん、何のことではないパクっています、うん、あそうなんですかいや結構そういうの多いですよ ビートルズも初期にカバーしていた、うん、ロンサムティアーズインマイアイズが元ネタみたいです、うんうん、あなるほどね1969年の4月14日に録音、うんうんイギリスで5月末にリリース、うんうん、それから1週間後にアメリカでリリース、うん、さらに1ヶ月後に日本でリリースされましたそうか少し遅れてたんですよね、うんうん、イギリスでは1位獲得、うん、ビートルズが1位になった最後の曲となりましたあそういうことかね、あれが最後だったんですかあアメリカではビルボードで8位、うん、キャッシュボックスで10位イギリスで30万枚、うん、アメリカで100万枚売れました、うん、そういう時代じゃないからねあそうですね、うん、日本ではビートルズの曲に放題がつけられていますね、うん、抱きしめたいこいつノルウェーの森があいつですあ多分これ違うと思いますよ、うん、あ本当、うん、あいつですあいつですってブスカちゃんリボルバー以降では放題をやめていましたが、うん、この曲と愛こそ全てが例外となりました、うんうん、その放題はかの、高島ちさ子さんバイオリストの、うん父親がねお父上がつけていました、うん、ノルウェーの森ちさ子さんのお父様は東芝EMIのあのお偉いさん、お偉いさんだった。そうなんですか。へえ。だからそういう担当してたんじゃないですかね。うん。放題つけたりいろんなことを。なるほどね。うん、でノルウェーの森は雰囲気ありますが、うん、誤訳です、うんうん。歌詞の中にキリストをおちょくっている部分があり、うん、ポールが心配しましたが、ジョンが押し切ったんです。うん、これ で、それでだから、うん、ビートルズが一時、うん、アメリカで不買運動みたいなの起きちゃって。そうなんですね。もうなんで冒涜神を冒涜してるって話なんですね。でビートルズのレコード焼いたりなんかしてたそういう時期もあったんですよああそうなんですねでまあジョン・レノンがそういう意味じゃないと一応説明はしたんですけれども、うん、まあそれで自然に収まった感じなのかな、うんうんうん、さてこの曲で大事なことは、うん、経営母体のアップル社の不振、うん、ゲットバックセッションを中止しての、口論が絶えなかった環境の中で、うん、ジョンとポール2人で作ったということですね。なるほどね。はい、うん、ここ試験に出ます。そうですね、試験出ねえよ。お付き合いありがとうございました。ビートルズ問題あるんですかね。じゃあもう一曲ここで聞いてもらいましょうか。はい。ね、先週もかけましたけども、まあ最近。うん、目に見えていいなと思ったんですよね。目に見えていいな、うん、じゃあクリスタルシャワンダ、はい、あのインディアン系の方ですけどね、その人の曲でバラードです、はい、I'd rather go blind、はい、メールがあると思うんですけど、ね、なんかこのあのあれがいいですね。ですか？すいません。あれ。あ、間違えた。保存にしちゃってたのかな。すいません。保存にしちゃってたみたい。ごめんなさい。なんかでもいいですね。うん、いいや。ロンソムカーボーイって感じ。
すいません、ありがとうございます。違うところをしてた、ごめんなさい。あれちょっとか、さっき同じやつだ。そっか、プリントアウトしてまいちゃったな。私今日ボケてますね。さっきね、印刷してもらっちゃってたみたい、すいません。ボケてる、ボケ、大丈夫ない、大丈夫ないですよ今日。次の曲かけてからもジョニー・ビクトの前にこの読みます。なんか乾いた風がコロ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 ってなんか吹いてきそうな感じですね、乾いた風乾いた風。リトルレディ14歳のママさんから来ないですね。あ、そうだ、ね、うん、忙しいんでしょ。忙しいと思う。デザートと思うよ、うん、うん、あの、ああいう形もありなんじゃないですかね、うん、そう、あの、だからキリンさんがいるにはさ、もうどうしようもない旦那なわけですよ。だけど、俺をおだてろって言うんだって。おだてるのが仕事。だからね、やっぱりピュアなものを感じたのかもね。うん、ね。俺をおだてる、お前は俺をおだててりゃいいんだって言ったって。いいですね。簡単な話。わかりやすいから、わかりやすい。影で何言っても、そばにいるときはおだてる。ね、それはあれだけど。はい、はい、ちくよさん読んじゃいますか。はい、お願いします、うん、オンタイムで聞いてくれそうなんだ。はい、クリスタルシャワンダ、うん、名前がすごいですよね。シャワンダさん、クリスタルのシャワンダですからね。なんか意味あるんです。よくわからないですけど。でもなんかいいですね、本当に。なんか今も、うん、やっぱり血が違うって感じしますよね、うん、だからそういう意味ではこう反骨精神じゃないけど、やっぱり不遇であったのは確かだと思うんですよ、うん、そうです。最初から恵まれてるわけじゃないから、うんうん、経済的にもそんな楽な世帯じゃないと思いますよ。世帯ってないんだけど、うん、でもそこを乗り越えてね、うん、でも歌唱力がすごい。でもこんだけ歌えたら、うん、みんな目つけるよねえ、うん、普通そんな普通にいないもん、うん、だって分かんなくてもすごい条件が浮かんできますね、うん、浮かんでくるからやっぱり雰囲気あるんですね、うん、素晴らしい、はい、うん、はい、じゃあちくろさん読みましょうか。あ、お願いします、ね、うん、あ、読んでください。あ、読むんですね、うん、私が、はい、すいません。あ、フロームヒアからお願いします、うん、あ、そうですね、はい、こんにちは、ちくろです、うん、うふふ、今日は歯医者さんの待ち時間。またって言われそう。やっぱ医者行ってんじゃん。またですか。必ず医者にいるから、うん、ね、ポカポカお天気ですね。目黒川の桜はいかがですか。いや、まだね、
開花宣言出てませんからね。まだじゃあ全然つぼみも、つぼまあ一輪にだから五輪以上咲かないと開花にならないらしいです。ああなるほど。でもね満開の時はもう、うん、中目黒と駅、はい、使い物になりませんからね。あそうですか。人あそっかそっか。うん。また賑やかになりそうですね、うんうん、桜の下で大宴会のお花見はだいぶ遠ざかっておりますが今度皆様もやりません？うん、だからあの中目は無理ダメなんですよ。あそこはあの止まっちゃいけないんで。そうなんですね、うん、あのそこ流れなきゃいけない。まあみんな止まったり見て写真撮ったりしてますけど、うん、結局御座引いてさ、ええ、酒飲んだりはできないわけだから。あそっか。だからあのよくカフェバーみたいなのが繁盛してます、ね。ええ、うん、あなるほどね、うん、いつも歩きながら移動中に眺める方が好きなんですが、うん、大宴会もいいかななんて思っております。寂しいのかしら私。まあ寂しいでしょう。そうですか。今日はオンタイムで拝聴できそうなんで、うん、ワクワクしております。ではでは、はい、ですね、あれですよ今日、うん、今日卒業式だったところが。あそうなの。うん、小学生がね、小学生、今の小学生の女の子袴履いてるんですね。そう、うん、随分時代が変わってきた ね、 ね、なんかね本当あの袴にブーツ履いてハイカラさんみたいな小学生の卒業式。それがファッションになっちゃってるのね。ねえ、ほんとなんか昔ほら大学女子大生が卒業するときに、うん、まあね、袴とかね、そういうのあったよね。でも今小学生なんだなと思ってびっくりニヤニヤしながら見ちゃいました。なんだろう ね、 ね、親も大変だね。大変でしょうね。あれは貸し衣装だからね。俺の時代はそのことまるっきり考えられなかった。あもう汚ねえ格好してたから、ね、あとなんか中学のねあの制服を先に卒業式に着てる子とかもいましたね。いたね。うん、そうね。だから鎌倉だと御成小学校っていうのがありましたね。天皇今のまあ昭和天皇がおなれになった、はい、あの小学校なんです。あそうなんですね。だそこはもう小学校なのに、うん、制服があるんですよ。あ、それが微妙なところですからね。うんうん、ね、まああのすごいね。今度5月何なんだろうね。あそうですね。天皇はね、うん、まあ、楽しみなようなですけど、ね、でももう平成、昭和平成、うん、で今度新しいの来るじゃないですか。はい、三つの言動すごいですね。生き抜いた俺たち。た、ね、本当よくわからない。かっこいい。お前の親父昭和生まれみたいな、そのうち言われるよ、うん、あ、そうですか。まあそうね、まあ、お前の雰囲気言えば、うん、明治生まれと同じだからね。明治は長いけども大正も、その前に大正さんもいいです。明治大正でしょ、うん、昭和でしょ、ね。でも、うん、昭和も明治も長かったけど、大正だけは15年で終わってましたけどね、うん、あるんですけども、だからあの3つの、ね、言語の、ね、うん、生きた人間そうたくさんいないわけですよ、ね、だって明治生まれの方はもう100歳近いですからね。超えてるかな。もう超えてるんじゃないですか、うん、だからまあ現存してる方は、まあ、何万人かいらっしゃるみたいなんですけど、すごいですね。そこはね、うん、すごいな。生き証人ですよね。うん。明治何年かに生まれても、まあ明治元年としてはまずいないから、ね、いないですよ。と思いますよ。うん、そうですから ね、うん、じゃあここでもう一曲、はい、うん、これはいいですね。すいませんね、私の曲で申し訳ないですけど、まあ、矛盾というタイトルです。はい、まあ、あの割と評判が良くて、うん、あのそれなりに売れてます。はい、売れますよ。絶対その中から聞いてください、うん、はい、風になりたくて。わお、うん、学生。おう。
矛盾のアルバムからライブの時とか弾いてますね。うん、1、2、3曲やってるけどね。あ、これはこれはやってないし、やるのかな。ロンドウォーリーは歌ってます。熱大丈夫ですか？熱はあるよ、感じはしないんだけど、うん、ぼーっとしちゃって、うん、これは風邪口ですよ。なんで？だってもう風邪口の前に鼻も声もやばいし、あ、そうか、声は歌うからね。今日は酒飲んでます、うん、やめてもいいです。優しくなりたくて風になりたくて シャインルールと一緒です。はい、はい、はい、ね、うん、風になりき、まあ、まあ風、風ってのはね、答えは風の中にあるとか、うん、一番使いやすい言葉なんですね。ああ、なるほど。都合のいい言葉なんで。都合のいい言葉。もう風多いです私。あ、風って風とかワードが入ってくる。ね、その上風今風邪ひいちゃってるしみたいな。よくわからないけど。ね、うん。だ、皆さんもね、うん、だから。あの世の中のことを風と感じるね、うん、あの世の中の流れとか、はい、そういうものを風と感じるかどうかは、ね、それぞれ感じ方あると思いますけど、ね、うんうん、やっぱりそれに逆らうことも必要かもしれないですね。あ、うん、だから風に流されることも必要だし、うん、でもどっちとも言えないんだよな。それは自分のまあ感性で、うん、だから自分を信じてください。また言ってるわ。もう酒も飲んでないのにこんなこと言ってるみたいな、もう終わりですけどね。今日は飲めませんね。まあ、今日は飲めません、うん、はい、もう風邪薬飲んでますからね。そうですね、まずいし変な酔いになっちゃいますよ、うん、ね、うん、あれですね、ね、まあ、あのそれで内田裕也さんも亡くなってしまったので ね、リクエストも来てました。リクエスト来てました、うん、満島さんありがとうございます、ね、ロックンロールの大御所が亡くなりました、うんうんうん、とても悲しいですが、あの世でキリンさんと喧嘩しながら仲良くやってるんでしょうね、うんうん、そうでしょう ね、多分やってると思います、うん、キャロルのラストライブでの裕也さんの若い声が今でも胸を熱くさせてくれます。リクエストはキャロルのラストライブのジョニー・ビーグッドです。少し無理がありますかね。いえいえ、そんなことないです。かけます、ジョニー・ビーグッドです。これだ、これがこの声が入った。光景を思い出します。いや、覚えてない。だ、45日も半世紀前だから半世紀覚えてないってもんな。なるほど。ねえ、忘れちゃうよ。いや、なんとなく覚えてるけど、こと細かに覚えてない。ああ、この曲のこういう時はそういうのとかは全然ない、うん、もう早く終わってよかった早く終わってんじゃない。だって最後でしょ。もう、うん、あと2分じゃない、そうだね、うん、じゃあ後ろで流しておいてくれる。あ、 BGM できない、次の。あ、できないか、うんうん、あ、じゃあかけましょうか。じゃあかけます、うん。
はい、うん、でも内海さん忘れてもこれはもう胸に強く残ってる方がいっぱいいるんですよね。音楽ってそういうものだな、うん、思い出だからね、その情景、その人の情景があるんだよね、うん、で今あれでしょう、で DVD も出てるから ね出てるから、あれ見て何回も何回も切ってみて、でも DVD にこれ入ってたか分かんないな、入ってんじゃないですか、だってこれの CD と同じじゃないんだ、いや違うんだよ、違うんですか、微妙に違うんだよ、うん、だからビデオの、 あのテープのやつも中身違うし、ええ、だいたい舘ひろしの顔映ってないし、ビデオ映ってんの、そこだけカットして、だから肖像権の言い方だけど、肖像権の、ああすごい、そうなんだ、何でもそういう世の中なんだ、俺らだってキャロの時の時代の写真は使えないんだよ、ああ、うん、矢沢が持ってるし、ええ、だから切り取って使えって全員で吸ってたんだ、あ、うん、でもレコードジャケットとかはだってそのまま、まあレコードはだってあれは本人のもの、あ、そう、キャロルのものだ、もう、あ、それ以外の昔の写真っていうか、うん、っていうかあのそれを要するに今使っちゃダメだ、その当時のものとして使う分にはいいわけ、うん、だからキャロルのレコードとかそういうのには、あ、はい、はい、忘れもしませんって言いながらあんまり覚えてないんですけどですね、うん、もう どうだったかな、まあそれまでずっと雨降ってたんですよ、だけど俺たちが行った途端に止んでくれましてね、うん、はい、ちょうど雨上がりの感じで、もうお客さんも喜んでましたね、それだけは覚えてるんですけど、あとは詳細にあんまり覚えてない、詳細もう半世紀近く前なもんで、うんうん、申し訳ないですけど、でもあれですねこの今のキャロルのラストライブのアルバム、ゆうやさんの声でご紹介されてたんですね、うん、そうですね、だって最初にテレビに出てリビアングっていう番組に出たんですけども、はいはい、その時に最初に俺たちを誘ってくれたのはゆうやさんなんですよ、あ、でもそれを裏切って、うん、ミッキー歌手さんとか行っちゃったからもう皆さん怒ってましたね、そうなんですねこの裏切り者とうーん、なるほど、うーん、まあ、そういうこともありながら ね、なんとかここまでやってきました、うん、ね、うん、で、かけるんだっけ、かけられるんだっけ、うん、あ、ちょっとかけられますかね、ちょっと聞きましょう、うん、はい、ね、今度ね、来月ですけど、はい、ダウンタウン麦吹バンドの、はい、うん、初代ギタリスト、八谷義弘と一緒にやるんですよ、あ、はいはい、まあ、その彼がこの曲やりたいって言って、でドラムの子が歌ってるので、それをちょっと聞きたいなと思ってます、はい、ウォーカーウェイ、わお、うん、八谷さんが歌うんですか、ゆうちゃん、これ歌うの、後藤ちゃん、あ、後藤さんが歌うの、うん、へえ、後藤さん歌うんだ、結構歌うみたい、ああ、ほんと、へえ、うん、すごいですね、このこれ誰とやってんですか、あ、コミック雑誌なんかいらないって、うん、これなんか懐かしい、これスーツで泳いでるこのジャケットね、なんかそんなコマーシャルあったもんな、なんかもう見てた素晴らしい、若かった、でもこれいくつですか、すごい若いですよね、うん、そうなの、わかんないけど、これオリジナル誰でしたっけ、この曲、うん、これはジェームス・ギャング、あのあれですよ、すこれで貸したやつの、はい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 、名前のどうする、はい、ジョーウォルシュ、ジョーウォルシュ、ね、ジョーウォルシュのバンド、うん、はい、まあちょうどいいですね、あ、早いですね、ずいぶんね、短いんだよ、これも、うん、北野武さんとなんか映画出たりとかしませんでしたね、ここの人、ゆうやさん、北野武の映画、あ、どうだったかな、なんかちょっと残酷なような、なんか、はい、うん、
ね、ね、いいですね。ね、ウォークアウェイ、ね、まあ、ご興味のある方、南林間ハイダウェイ、来月ですね、4月何日よと、まあ、ホームページにも載せてますんで、はい、見てよかったら遊びに来てください。はい、ということで次のコーナーに行きます。ビューン、ビューン、急がなきゃと思ったビヨーンみたいな